お久しぶりです。ジェイラケン代表ムーです。久しぶりに YouTube 用の動画を撮ってるんですけど、以前、YouTube の方で大会に出ますという宣言をしてから、早4ヶ月、経ちました。いよいよ約4年ぶりかな、4年ぶりの大会に、出ることになって、まあ4ヶ月前に言ってから、まあ、週1回だけなんですけどずっと練習をしてきました。で今日が、12月の13日月曜日で、この間の土曜日、12月の11日に試合前の最後の練習が終わりまして、あともう大会に臨むだけという形になってます。組み合わせも全部出てまして、まあ、一応組み合わせはこちらになります。はい、出る階級が73キロ級、になってまして、で全日本実業団なのでやっぱレベルは高いとは思ってるんですけど、僕の中ではとりあえず、1回は勝てたらいいなと、思ってます。で体重がですね、今のところ、今日朝測って 72.5 キロはいということで、まあ、一応73キロ級なので、クリア圏内にはいるんですけど、まあ、減量は順調にいっていて、もう1週間前ぐらいでもうクリアをできている状態です。あとは、まあ大会に出るにあたって、PCR 検査だったりとか、そういったものをしていかなきゃいけないので、まあ、そういったものも少し様子を取れたらなというふうに思ってますので、またちょっと、動画を撮っていこうかなと思います。で、まあ、できたら、試合も取れたらいいなというふうに思ってますので、ちょっと取れるか分かんないんですけど、それも後日 YouTube で、流せたらなと、頼むから1回は勝ちたいなと、思ってますので、ちょっと楽しみにしていてください。惨敗だったらごめんなさい、はい、なのでまあ、一応もう残り1週間というところで動画を撮らせていただきました。頑張ります。応援よろしくお願いします。それでは。